聖ヨハネ参加、または、聖ヨハネの夕べの祈りとは、中世の参加の一つである。解明の由来になったことで知られている。歌詞は、ラテン語である。ウッドクエアントラクシスレソナレフィブリスミラゲストールーム、ファムライトワラムソルブパルーティーラベレタムサンクテヨハネ。あなたの僕が声を上げて、あなたの行いの奇跡を響かせることができるように、私たちの汚れた唇から罪を拭い去ってください。 聖ヨハネ様。このラテン語テキストは、もともとは、パウルス・ディアコヌスの作とされている。13世紀に書かれた、ヤコブスデブ・オラギネによる、黄金伝説第81章、アライシャ聖ヨハネの誕生には、この祈祷文の由来について、次のように書かれている。ランゴバルド人の歴史家、ローマ教会の女祭、モンテカシーノの修道士であったパウルスは、 ある時ろうそくを性別することになったが、いつもはなかなかの喉自慢であったのに、急に喉がかすれで声が出なくなった。そこで声がまた出るようになりますようにと願って、聖ヨハ羽のために、王、恩美の下辺たちが御技を称える喜びの声を張り上げることができますようにという参加を作った。この冒頭の祝は、 かつてザカリアに声が戻ったように、私にも声を戻してくださいますようにというパウルスの祈りなのである。グイドは、この祈祷文が、聖歌を歌う修道士の教育に適すると考えたと推定される。第一節から第六節まで、その節の最初の音は、それぞれ CDEFGA の音になっている。このことから、グイド・ダレッツォはこの歌詞の初めの文字を解明として、 使用しようと考え、第一節から第六節までの歌詞を利用して、ウッド・リミ・ファ・ソルラの解明を発明した。この成果の旋律は、音階を覚えやすくするために、グイドが作曲したとする説もある。音名が7つあるのに対して解明は6つしかなかったため、音域によって読み替えをする必要があったが、後に SI が付け加えられた。また、ウッドは、 発音が容易なドゥになった。これにより、現在の解明、ドレミファソラシが成立した。ありがとうございます。